1000年以上の伝統を誇る宇治川の鵜飼。鵜匠が長い綱を使って鵜を操り魚を捕らえるもので、主に7月から9月にかけて行う夏の風物詩となっています。その宇治市に先週全国から鵜飼に取り組む関係者が集結。各地域での鵜飼の特徴や課題について意見を交換する鵜飼サミットが開かれました。その中で注目を浴びたのが話し鵜飼ということで、ちょっと違った形の鵜飼になるので、可愛いウッディを。宇治で生まれウッディと名付けられた鵜たちによる放ち鵜飼です。鵜匠と鵜をつなぐ大事な綱を使わない鵜飼で、魚を取って戻ってくるかは運次第、いやいや鵜次第。信頼関係がないとできない高度な手法のため、20年以上前に途絶えていました。復活させようと動いた鵜匠たちが9年前、全国で初めて鵜の人工繁殖に成功。大切に育て続けた結果、去年見事に復活させ、満を持して全国から集まった関係者の前で披露することに。こちら黄色いラベルのウッディです。綱を外したウッディたちが放たれます。はい、どうでしょう。魚を取った鵜たちが無事こちらに戻ってきてくれるか。はい、ウッディおいで。魚を取って次々と戻ってきます。はい、戻ってきました。と思いきや、お客さんのところに飛んでいくウッディも。青色のウッディ、ただいま九州の鵜飼に出ないかとスカウト中でした。プロが注目する中、放ち鵜飼は無事終了。ウッディはすっかり人気者です。愛情を感じるんですけれども、戻ってちゃんと戻ってきたり戻ってこなかったりっていうところも含めて、なんか素晴らしいなと思いました。復活した伝統は全国へと広がっていくのでしょうか。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。